しかったです。テレビで毎週見させていただいてたので、あの空気を生で体感できて、芸能界一あと特定ファンの私が MC のお三方のこのパスの回し方が本当にすごくて、ちょうどいいポイントをついてくる感じがいいあごとさでした。なんかクロート目線な感想ですね。いやー、でもなんかよくこんなに毎週毎週 VTR 作っていらっしゃるのにあざとさが尽きないなって無限大の可能性があるなって思いましたし、松本まりかさん の密着 VTR が私個人的に本当にまりかさんを大尊敬させていただいているので、美しさはそのままなんですけど、なんて言ってんですかね、見ていて不思議になる感じの私生活というか、でもやっぱそこのミステリアスさにまりかさんの魅力がたっぷり詰まってるんだなと勉強になりました。ご自身で見てみてどうですか？何度も VTR の方で映画撮って何かに出演させていただいてて、一度もこうスタジオの空気がどんな感じなのかみたいなのを知らずに今まで作ってきたので、皆さんがすごい優しい空気でさくらちゃんを見守ってくださってたんだなっていうのがすごい伝わって嬉しかったですね。本当に女の子に幸せになってほしいって思いながら作っていたので、あざとさへの救いがいろんな方に伝わればいいなと、そしてこれを見た方々はあざとい女子に対して温かい接し方を優しく接してほしいなと思いました。